悔しいよ大谷、ダブルピシシーズン二刀流で頑張ってたのに、右腕の違和感で緊急降板、検査結果は右肘靭帯損傷してた。悔しいよ大谷、投手としてもタイトル狙えていたのに、あなたがもう投げられないことを受け入れるだなんてできないよ。エンゼルスの優勝のために全てを捧げて、リーグトップのホームラン数チーム最多勝、疲労で体中が痙攣しても、 MRI 拒否してチームのために投げ続けた。無理すんな大谷、変われるのならば俺の人体使っておくれ、チームの優勝なんかよりも自分の体大切にして。